負けません、絶対に。あなたたちが何を企もうとも、ここに希望の光は帰ってきました。守ってみせます。猫さんも探偵さんも巻き込んでごめんなさい。いや、それは。叩け、突入だ。高雪、正面は任せた。俺はこの子をフォローする。よし、それなら遠慮なく暴れられるってもんだな。おう、当てにしてくれ。当然キャバリエ、参る。さて、悪いがお嬢ちゃんには指一本触れさせんぞ。覚悟するんだな。相手になるかよ。どうして？ん？なんだ？どうして探偵さんは私を守ってくれるのですか？昔、守れなかったのさ。え？そんな瞳をした娘だった。世界のすべてを透き通して見えるような、そんな瞳をしていた。ほんの少しそばを離れたその時に、あいつはこの世からいなくなった。もう二度と戻らない。理由はそれだけさ。辛いことを聞いてごめんなさい。良い人だったと探偵さんの心が微笑んでいるのがわかります。そうだな、思いは俺の太陽だった。危ない。人殺しの技術で狼を殺せると思うな。大丈夫ですか？鉛玉だったんだな。致命傷にはならん。グレーター招き猫 V3、 2つの風車の名のもとに戦う勇者を守るのです。うにゃー、招き猫シュート見事、当たったよ。傷は大丈夫ですか？ええ、守るつもりが守られちまったな。あの狙撃に気づかなければやられていました。そう言ってもらえると助かる。
ダメです。クラス A の新たが出て近づけません。消火器では相手ができません。下方支援を要請します。衝突から紛争になって逐次投入というのは司令官の無能を示すことだが、決断をためらって回覧を招くは愚者だな。ディバステーターを使う。了解。座標軸、時点軸合わせよろし。てめえ！やったか。爆炎が晴れます。こりゃひどい。感想はいい。具体的報告を簡潔にしたまえ。3体の死体を確認。個別検証は不可能です。上出来だ。負傷者を収容して撤収しろ。了解。偽装工作はどうしますか。現地警察にも内通者はいるだろう。了解。状況終了。ご苦労だった。アルファの義勇社員というが、簡単じゃないか。連中、何を言ってるんだ。メインの現実さ。仕掛けるには大きな花火で連中の注意を引く必要があった。探偵さんが頑張ってくれたおかげです。ありがとう。大したことをしたつもりはないが、いずれにせよここを離れよう。はい、猫さん、ちょっと静かにしてくださいね。にゃーん。そういえば、なんだい？いや、職業柄つまらんことまで気になってね。お前さんたち、ニーギゴージャスブルーの知り合いか？ニエギさんをご存知なんですか？去年だったかな、雨の日にゴミ箱に頭から突っ込んでぐーぐー眠っているのを俺が拾った娘だ。それはそれは、なんていうかあいつらしいな。あいつの手にも同じ宝石があったから、もしかしてニーギの言ってた異世界の人間なんじゃないかって思ってね。ご名答。俺たちが来た第五世界でも九州の学兵しか装備してない多目的結晶体さ。そう口にするってことは友人って認識していいのかな。そういう付き合いじゃない、戦友だな。最前線で泥にまみれながらジャガイモを分け合った仲さ。なるほどな。いいやつだったよ。いいやつで、しかも死ななかったやつというのは本当にいいやつだ。今はどうしてるんだ？最近は会ってないけれど、あっちゃんを助けて元気に風を渡っていますよ。幸せか。あいつが不幸せだったとして元気だと思うか？無理やりにでも幸福になる、そんな娘だな。じゃあそういうことです。そうか。幸せなのは結構なことだ。
ああ、人が不幸でいいことは何もない。探偵さん、本当にありがとうございました。ねえ、お嫌いですか、牛？嫌いなはずもないが。よせよ、源之丞が困ってるぜ。えへん、かわいいんですね。かわいい？はい、とても。な、お前さんたち、今夜の宿のあてはあるのかい？そうだな、確かにこの時間だと面倒だが、平和な町だし、公園で野営するさ。テントはちゃんと持ってますから。いい宿の心当たりがあるんでな、紹介しようかと思ってな。えらく肩入れしてくれるな。君はそんなに他人に深入りしない人間に見えたんだが。あれだけの弾幕を一緒にくぐり抜けたら、もう他人じゃないだろう。それに正直探偵としては興味があるし、新木の友人の女の子に野宿はさせられんよ。なるほどね。だそうだ。どうする、メイ？探偵さんはいい人ですから。よろしくお願いします。おお。なるほど、確かに可愛いわ。笑うな。いや、しけ、当てにしてるよ。撤退準備完了しました。現地警察への引き継ぎも完了。ご苦労。ヴェイゼット、これはどういうことだ？穏やかではないな、RS。ヴェイゼット様！うろたえるな。お前たちでは相手にならんよ。孝太郎は僕の担当のはずだが。担当？担当ね。それでは聞こう。何か実績を上げたとでも？何が言いたい？評議会は今日付で君を第六世界並びに孝太郎ワールドタイムゲート担当から解任すると決定したよ。ほう。正式な辞令は後日書面で届く。確認したければそうしたまえ。そして君が孝太郎の担当を引き継ぐと。そういうことになる。不服かね？とんでもない。第七世界に戻ってバカンスでも楽しむさ。そう長くもないだろう。私の手には負えないと。好きに解釈するといい。ボイドゼロの手並み拝見させてもらうよ。次の仕事でも探しておくといい、ロジャーサスケ。この不景気だ、のんびりやらせてもらうさ。ちょっと日本とは思えないな。いらっしゃいませ、ヒューガ様。そちらの方々は？その辺でドンパチやってたんだがな、新木と同郷らしいんで面倒を見てやってもらえんものかと思ってね。なるほど、そういうことでしたら
どうぞお入りください。ありがとうございます。これはすごいな。どれも一流の品だ。集めたご主人には敬服するよ。わかるのか。ま、紳士のたしなみってやつさ。集めるのにわずかばかり時間をかけました。それだけでございます。すごいね、綺麗だね。あの戦争で美術品なんて結構なものはほとんど焼けてしまったからな。俺には札束にしか見えん。相変わらず天傘に欠ける男ね、ヒューガ源之丞。天下で腹は膨れん。なけなしの夕飯も人助けでパーにしたところだしな。痩せ我慢が好きな男ね。それ自体は嫌いではないけれど。それでそんなことを言いに来たの？断じて違う。この二人を止めてやってほしいんだが。止まりたい事情は分かったけれど、止める理由はないわ。美男子だからというのではまずいかな。70点。もうちょっとね。あの、こんばんは、お姉さん。はい、こんばんは。これ、あっちゃんから預かりました。そう、そういうこと。なんだなんだ。青は風変わりな使者をよこすのね。青にして空色よ。一応歓迎するわ。あなたが空色の。いや、噂以上の美女だ。口が回るわね。でも悪くない響きだわ。今は文子よ。そう呼んで。近衛孝之です、美しいレディ。どうぞバラの騎士とお呼びください。七代芽衣です。よろしく、文子お姉さん。知り合いか？そうね。とりあえずお茶でも入れさせるわ。ついてらっしゃい。適当にかけてちょうだい。くつろいでくれていいわよ。文子お姉さん、ありがとう。感謝するよ。おお、いい香りだな。お茶をお持ちしました。愛らしいんだ。ちくしょう。お嬢さん、お名前は？ゆ、結城さよです。どうぞよろしく。さよ様は三部屋の巫女でございます。三部屋の。ああ、道理で。俺は近衛孝之、三部屋とは縁があって。そうなのですか。あの、そんなに見つめられると、私…照れる顔も初々しい。たまらん。おい、